皆さんこんばんはマクガイバーの小部屋へようこそいつもご視聴いただきましてありがとうございますはい、えー、本日のテーマは特撮です、えー、ご紹介するコーナーはですね、えー、タグでクイズ私は誰でしょうですねの第2回となります、えー、前回、ね、答えどうだったでしょうか正解なさいましたでしょうか はい、え前回のねネタバレを言い訳いきませんので、えー、まだの方はぜひねご覧になっていただけたらと思いますというわけでこのウルトラ怪獣シリーズ、えー、32番、まあ、2000年の発売シリーズですね、えー、その時のこの32番は一体誰でしょうということなんですがいかがでしょうか、まあ、あの私はね箱とかタグとかもうそういったものもあの商品と同じように大切にしてますのでえー まあこれもねちゃんとまあ置いてるんですけどさあどうでしょういきますね答え答えはダンというわけでアントラーさんでしたということですねはいどうでしょうか正解なさいましたでしょうかじゃあちょっと眺めていただければいいと思いますはいねこんな感じですね でしょうね <laughs> まあ,あのとにかくですねこの2000年から2012年あたりまでのこの祖父ビっていうのは、まあ、一般販売分で言ねいうところでも言えば1000円もいかないとね数百円まあ700円ぐらいで買えるというものでそして造形ももうかなりリアルで,で色彩も塗装もしっかりしててさらにこの豪華なタグがついてるというところで。 私の中ではこうソフビそしてその価格デッキタグもうそれもどれを取ってもあの大好きなこの頃のまあおよそ,その10年間ぐらいの時期なんですねでえっ、ー、とまあ当然丸さんとかねブルーマークとかああいう,うオリジナルの造形だったり塗装もあれはもう大好きなんですけども一方でねもうまああちら側も言えばもうプ,レプレミアー 価格になっちゃっててですね。それもそんなね。おい。それと買えるもんではないですしね。はい、うんまあ、その時代には生まれてませんので、というわけで、まあこういうシリーズをまあ持ってたり、えー、ちょっとまた買い足したり。まあそんなことでね。ご紹介してるんですけども。 どうでしょうねアントラーですね。まあ、このアントラーはリアル造形かというとちょっと違うかもしれませんけども、でもこの特徴をすごく捉えてて、えー、塗装もそれに近いのかなと思いますけどもね。はい。じゃあね、ちょっと見てみたいと思います。まあ、どちらかといえば可愛らしいですよね。はい。じゃあ、まずタグからいってみたいと思います。はい。えー、これですね。ウルトラ怪獣シリーズ32番ということで、 はいこんな感じですね。えー、2000年といことですね。はい、で「ウラメン」まあ「ウルトラマン」に登場しましたということで、えー、32番「磁力怪獣アントラですね。身長4 0メートル体重2万トン出身地バラー時刻となってますね。えー、まあこれが劇中写真として塗装はやはりこの劇中に近い塗装なのかなと思いますね。はい で中見ていただきますとこんな感じ、えー、32番「磁力怪獣アントラー」「ウルトラマン第7話バラージュの青い石」に登場巨大な砂地獄を作って獲物を狙う鋭い顎は金属を引きつける七色の光線を放射するこうでしたねちなみにここには砂地獄となってますね もともとね私も子供心にわあ今回はクワガタ節の怪獣なんだなあと思ってましたけど実際ねこれアリ地獄なんですよねでもここには砂地獄となってますねアリ地獄とは書いてないんですよねうんでさらにこのね顎と金属を引き付ける七色の光線これでまあ大変な目に遭うわけですよねそして何と言ってもウルトラマンが大苦戦するわけですよねはい もうある意味、最強の敵じゃないかなと思うんですけどもね。なぜか。ね。まあ、あの、ね、ご覧になってな,ない方はね、いらっしゃるといけませんので、結末とは言いませんけども、うん。あの、私がなぜアントラを最強の敵と言っているのかということはね、またちょっと、えー、動画で見ていただけたらと思います。いつもゼットンゼットンと言われますけどね。 いやいやいや、実は、第7話目にして、すでにウルトラマンに、え、倒せない敵が、実はいたのか、いたない、いてないのかね。ねまこんな感じで、ちょっと見ていただきたいなと思いますけどもね。さて、えー、ソフビですが、ね、え、こんな感じですね。<coughs> えー、っと、まず、ここがね、ちょっとこう、青塗装が入ってますね。元は、元はこの塗装、これが成型色でしょうね。はい。 で、この目、なんかこう、可愛らしい目になってますね。で、可動はですね、首はね、確か可動しますね。はい。首動きます。そして、腕。腕もね、ちょっと硬くなってますけど、一応腕も動き、動き、あら、もう、もう硬くなってますね。あ、動きますね。腕も動きます。そして、胸のこの塗装をね。はい。で、足はね、もう全然動かないです。もう直立不動な感じですね。はい。で、えー、名前が、アントラ。 となってますねはいでこれがバンダイの1983ということなんでこれがまた驚きなんですけど実はアントラーはその、まあ、塗装は違うはずですけども、えー、バンダイの1期83年の1期から造形つまり金型は変わってないということですよねはいそれをまたすごいですよねずっとこれでおよそこの2000年としても83年からすればね17年間 変わらずこの金型なんですよそれもまた根強い人気なんだろうなというところですね。で、今もあの、ちょっとまた金型ももう刷新されてサイズは小さくなりましたが、アントラーは確か出てますよね。はい。出てないのかな一応出てたはずです。はい。でもあれはウルトラマンのアントラーじゃない数ですね、確かね。うん。という感じですね。あ、そうそう。これご紹介しなかったですね。えー、当時価格700円です。ね。 まあこのシリーズは全て700円なのかな ?700 円ですよ。これ。ね700円。じゃあ、大きさなんですけどね。大きさがですね、大体やはり16、17センチ。といったところですね。で、ちょっと待ってくださいね。ピントがね、すいません。どうもね、フォーカス、自動調整ですかね、オートフォーカスがね、どうも効かないんですよね。 あの、その、押せばね、画面をタップすればしてくれるんですけどね。シートフォーカスをしてくれない。はい。えー、でですね、こちら。またまた登場の A タイプになるわけですが、アントラーはね、A タイプと戦いましたからね。で、えー、ウルトラマンも40メートル。ね。そして、アントラーも40メートルでしたんで、本来であれば同じ大きさのはずなんですが、合わすと、このぐらいの差になりますね。ちょっと違いすぎますかね。 まあ、ボリュームも違いますしね。はい。という感じで、え、まあ、背中合わせですると、だいたいこんな感じ。うん、この迫力を持ってこられると、ちょっとウルトラマンも厳しいですね。はい。というわけで、え本日のタグでクイズ、私は誰でしょうの答えは、32番は、磁力怪獣、アントラーさんでした。はい。いかがでしたでしょうか またね、えー、次回もねこのクイズやっていきますのではいうんもう本当にね手近なものでこのタグ付きのこの2000年のやつとこれ、ね、パッと取ってるだけなんで、えー、どのシリーズなんも関係ないのでまたその辺も考えてみてくださいはいじゃあどうもありがとうございました、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございます、えー、この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。また、コメントもいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。えー、ぜひね、あの、初めて見たなという方もですね、コメント、あの、一言でも結構ですので、いただけましたら本当に励みになります。どうぞ、交流させていただければと思います。はい。えー、それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。